今回は、お前がやれ、俺は見ない、に対する読者の反応を紹介します。それではどうぞ。アニメ勢からしても、とっくに下がりきってたエンデバーの評価が、さらに下がっていくのを感じる。俺は見ない、俺を見てくれ、見ろや、俺を見ろよ。エンデバー周りってこう、見る、という言葉が好きなようですね。つか思ったが、ミロヤ君はトウヤ君にはどう見えたんだろうな。俺の方がエンデバー見てるぜ、みたいな。単行本で加筆された地獄だ。なんでわざわざ加筆したんだろうな。なんだか楽しくなってきたんだ。ホリー、なんかまだエンデバーに対しても、同情的な声多いな、せや。まるで見て生きてきたかのような臨場感。クズが出てくるときはホリーの性癖がにじみ出てる。本当に堀越先生、エンデバーを曇らせるのがお上手。足場を作るエンデバー。シュールすぎて笑った。本気で超えようとした、子供たちに超えさせようとした結果が、今の悲惨な状況を作ったんだぜホークスよ。自分は向こうに渡れないことが分かったので、息子を向こうに投げ入れる方にシフトしたんだよね。子供たちは幸せになれましたか？ナンバー1になって不幸なわけないだろ。ちゃんと橋がかかってたはずだったのにねー。渡ってた赤い髪の子もいたのにねー。崩れそうな橋に無理やり子供を突き出してる。あ、一人落ちてった。落ちた子供が崖の下から、ゾンビみたいな状態で這い上がってきた。しかもゾンビみたいになった息子が、自分のこと引きずり下ろそうとしてきた。因果応報すぎる。加えて成功作も引きずり下ろそうとするし、一連のゾンビ作りレシピを全国放送してきた。まだ序盤は普通の親子ぽかったけど、だんだんと不穏になってきて絵に来るな。このひりつく感じがたまらんな。素晴らしい映像化でした。エンデバーの顔が怖すぎたよ。叩いたのが決定的になった時、あ、もうダメや、本当に別居しか手はないんやなって思った。この辺読んでた時は、おっこれ全部終わって最終回迎えた時には、ぎこちないながらもとどろき家再起フラグ来るかぐらい楽観的な気持ちもあったんだけどな。改めて見るととどろき家最終的にどうなるんだか全く想像つかん。アニメ2期の体育祭のとどろきの回想あたりはかわいそうな過去だなくらいだったのに。エンデバートレイとトウヤ視点が補足され、冬美と夏男が耳塞いでるカットが追加され、視点が多面的になったら、めちゃくちゃ生々しい話になったな、という感想。架空の個性社会が臨場感がある描写になった。堀越先生、未だに打ち切りの夢を見ます。エンデバー曇らせたろ。エンデバーでストレス解消しないでください。トドロキ家に必要なのは第三者だよ。みんな決戦後はそれぞれカウンセリングを受けような。決戦後まで生き延びてたらね。どうしよう、とどろき家全滅エンドだったら。仕事があるから面倒見れない、と言っておきながら、休日はショートのしごきばかりして、他の3人は放ったらかし、結局失敗作には興味なくて成功作にのみ目をかけている図になってるせいで、余計にトウヤは不満がたまり無茶な訓練に走らせたのに責任は全部妻に押し付けってそやないよ。ここもビジュアルが完全にヴィランなんよ。ヒーローの姿か？これが、普段はビクビクしてそこまで父親に逆らわないのに。お母さんが暴力振るわれたら、全力で抵抗するトドロキショートくん。もはや魂がヒーロー。実際このくらいの荒用事も必要なんじゃねえかな。全員が全員曇ってて、外部からの刺激がなきゃ負の連鎖を終わらなさそう。ミロヤくんみたいに、家族のことちゃんと見ろや、みたいなことを言ってくれる第三者が必要だったな。エンデバーと爆豪のポーズ似てるな。家族の中で発生した問題で、力関係の勾配が大きいんだから。本来なら外部からの刺激や働きかけがないと、ちゃんと解決できる問題じゃないよ。子供たちはトウヤ含めて4人とも、それぞれカウンセリングが必要だし、レイさんはもちろんエンデバーもカウンセリング受けた方が良い。加害者側の更生と回復がなければ再発するし。エンデバーとトウヤはカウンセリングが効かないタイプ、レイさんが解決策示してるのに全部拒否してるからな。こういう人リアルでも絶対いると思うけど、リアルのカウンセラーはどうしてるんだろう。家族療法とかあるし、まあそこはテクニックよ。もちろんダメな場合はあるけど。みんな問題あるなぁ、エンデバー、お前がやれ、俺はやらない。畜生、やっぱエンジさんダメです。見て思ったんだけど、子供を同一視しているエンデバーにとって、トウヤをちゃんと見ることは、自分自身と向き合うことと同義なのかもな。だからお前がやれ、に対して俺は見ない。トウヤを見るためにはまず、子供と自分は別の人間だって認識させないといけなかった。別の漫画にあったが、それぞれ感情の交通整理が必要なんだ。これはもう他人にしかできない。いつでも轟家に必要なのは第三者。今で見てたから親が、何？この児童虐待アニメ？ってノリになってた。一応一時期、第三者格好お手伝いさんはいたんだけどな。お手伝いさんがどういう人かさっぱりわからないけど、彼女は何かしたのだろうか。
金さえもらえればよかったのか、とどろき家で何が行われてるのか、知らなかったのか、何かしようとしたけど力不足で終わったのか。お手伝いさんといってもあくまで、家事や子供の面倒でカウンセラーではないからね。複雑な家庭の事情や、人間関係にまでは踏み込まないだろう。これリークされなくて助かったな。口が固いプロだったんだろう。ゼイさんが入院してた病院からもよく漏れなかったな。現実でも声優が文春放されまくったりしてるし、ヒーローなんかも狙い撃ちされそうなもんだが、その辺は今までトップだったオールマイトが叩いても誇りが出ないから加熱しなかったとか、そんな感じなんかね。なあ、ないとは思うんだが、家族にこれだけ暴力振るって、それを暴露されたエンデバーが一切法的な刑罰を食らわずにお話終わる可能性ってあるのか。虐待 DV は時効になる可能性がある。刑罰以上に社会のバッシングを受けるわな。同じく漏らせ枠のライナーと違って、やってることがクズすぎるから、仕方がなかったじゃ済まされねえ。ライナーは親に言われた子供でもあるけど、エンデバーは子供に言った親だし、そりゃ差が出て当然だよ。泣いていて抵抗できない相手を殴るような犯罪者を捕まえても、今度こいつと結婚するから暴力は無罪だろ、お前と一緒だろって言われるんだろうな。自分が見ても悪い方にしか行かせられないってのを分かって、もう自分が関わるのはやめておこうとしたのは分かるんだけど、どうしてそんな言い方になるんですか？エンデバーってちゃんと伝えれば、理解してもらえたんじゃねえのって部分多いよな。今回の場合はちゃんと伝えてもダメだっただろうな。言い訳があまりにエンデバーの勝手な都合すぎる。エンデバーがちゃんと向き合って話すなり、喋ればもうちょいマシだったよ。そもそもレイヤー赤ちゃんに手を出そうとした時点で病院に診てもらった方が良かった。レイは成功作に手を挙げたから隔離した。東野は自力で隔離できたから、病院使わなかったって推測見てゾッとした。エンデバーがちゃんと向き合えば、ある程度はマシになってたよ。放置し続けた上に家庭をないがしろにして、めちゃくちゃくちゃにした結果がこうなわけだし。最初に放置して環境も全部破壊してたらそうなるわ。夢を抱いて溺死した方がまだ幸せだったんじゃないのこいつ。夢を無理やり引きちぎったらそら不幸になる。鉄頭鉄尾エンデバーに見てほしいがダディの行動原理だからな。せめて東野が帰ってきた時に鍛錬じゃなくて、普通に家にいたらな。最後までタイミングが悪すぎた。タイミングはそうなんだが、最後の最後は、個性扱えるようになったぜ、山で見てよ。って言葉すら無視して、山で訓練する息子を放置したことだろうな。どうやってもあそこは、東野が危ない目に遭う、と分かりきっていた上で放置したわけで。最後の最後にあった分かりやすい SOS すら逃げたからこそ、ああなったのもある。あれはもうエンデバーの明確にして最悪のミス。あれで逃げたのは、100エンデバーが悪いけど、そのせいで東野を失ったと思って、めちゃくちゃ後悔してるからな。その後悔からの逃避で、ショートに虐待じみた訓練をしてるのが、エンデバーのどうしようもないところではあるけど、帰ってきた東野にちゃんと会うことができてたら、和解できてたとは思う。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画で。